はい今回は、えー、ガーシーが議員になってから注目されているこの内容についてですね、えー、お伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います、えー、ガーシーがですね、えー、参院選の、えー、後に議員になってから、まあ、あのニュースが出ていたんで、まあ、そのニュースについて、えーまあ、思うことということで、えー、今回もよろしくお願いいたします。 あのガーシー,、えー、ご存知の方が多く、えー、いらっしゃると思うんですが、えーまあ、参院選でですね N 党から、まああのーまあ、出馬して議員になったと、えーまあ、いうことでね、えー、別にこれに関しては何もないんですよ。でえーまあ <laughs> あの職業っていうか、お仕事が、まあ、YouTube をされていてです、ね、その YouTube チャンネルで、ねえー、登録者が120万人ということで、まあ、多くの方に支持されている、えーまあねえー、知名度の高い方で、えーまあ、それもそれですごいなとは思うんですよ。 でいろんなまあ話をしてね、いろんなことを明かしていくんで、えー、まあ <laughs> 視聴者の方からもっとねいろんなことを知りたいと思うっていう、まあ、そういったことでですね、えー、まあ支持されて、えー、まあ議員になられたと、えー、いうことなのかもしれません。でこのことに関しても別に、あのなんていうことは、えー、ないんですね。考えはそれぞれであり。うん、ただ、あの今回のこの話ですが、この議員になった後ですね、議員になってから、 えー、あることが、えー、話題になったんですよでそのことについてまあ思うことっていうことでね、えー、ちょっと今回ここから、えー、お話ししていきたいと思いますガーシーがですね、えー、まぁ、あ、日本に帰国しないと、えー、まあこういった件がまあ注目っていうか、えー、まあ、注目を集めたということで、えー、ここからそのことについてお話しして,していこうと思うんですが ガーシーが日本に帰国しないと、まあ、そういうことをまああの言いました、言いましたというか、明かしました。で、えー、国会に出ないということが、これ、話題になったんですね。うん、で、えー、ガーシーっていうのはね、それまであの YouTube をされていて、今もされてるのか、ちょっと分かりませんけど、ね、そこから議員になったわけじゃないですか。 で、えー、何がこれ、問題なのかというと、この政治家として、その例えばその政党とかあの助成金をもらっているのにかかもか関わらず、議員なのにもかかわらず、これ、国会に出ないっていうことは、これ、どうなのかなって思うんですよ。あの政治家としてのまあ仕事っていうか、役割を担っていないんじゃないかと、まあ、僕は思うんですね。えー、まあ、<laughs> こういったことがまあ許されるのかどうか分かりませんけど、明らかにおかしいと思うんですよ。違和感しかないと、えー まあ思う内容なんですねでこの,あの、まあ、N 党の、ねえー、党首である立花という方がこういうことを言ってるんですけど、ガーシーはまだドバイにいて、このまま帰ってくる予定がない、えー、ということなんですね。うんまあ、僕はドバイに行ってるかどうかっての分からないなと思ったんですが、どうやら行ってるみたいなんですけど。 でこのの立花がですね、えー、ガーシーがドバイにおって、えー、まあ、日本に帰ってくる予定はないとでこれなぜ日本に帰ってこないのかっていうことがまあ、問題なんですけどこのガーシーというのはね、えー、そのご,ご本人が言ってましたけど何かのこのね、えー、この詐欺的なことをして逮捕される可能性があるから、まあ、そういったことを言うんですよ。その あのね、そういったことで、まあ、逮捕の可能性があるから日本に帰ってこない、えー、っていうようなことを言うんですよ。でこれ何が問題なのかっていうことをここからちょっと考えていこうと思うんですけれどもあのー、まあ、解釈なんで間違ってたらね、えー、まあ申し訳ないんですがこうに考えられるんですけどガーシーっていうのは議員になったわけじゃないですかで議員になられるとですねあの不逮捕特権っていうのがあるはずなんですよ。よだから国会の 回帰中とかに逮捕されないんですねだからこの逮捕されるから日本に帰ってこないっていうのもちょっとおかしい話なんですよ。で例えばまあ,あのまあネットとかでよくこの話題に出るんですけど。 ガーシーがね帰国したら、丸されるんじゃないかっていうことは言われるんですが、僕はそんな丸されるなんてことはないと思います。なんでかっていうと、このガーシーとね楽天のこの三木谷っていう方の、えー、まあなんていうのかなあのか対立っていうのは、その,なんていうのかな見ている視聴者側からしたら、あのものすごくあのね、えー、大きく対立しているように見えるんですが、これ背後に同じものがいるんですね。あののー、S 丸学っっていうういううそたもの その存在があることがほぼもう分かっているんで、この見てる、大きくもめ合っている話ではなく、背後に、このまあ要するにシナリオ、仕組まれている、そのま,あえー、まあ茶番の要素ですね、すべてが茶番とかではないと思いますけど、茶番の要素、あのやらせの要素が含まれている可能性が高いんで、別にガーシーがえー戻ってきても、丸されることはないんですよ。あのこの、まああのー、きたのののこま ね、近くの方が、1人男性の方がまあ亡くなっていて、この方にあのまあ疑問、あの不審な形の可能性があるっていうのはあるんですが、それとこのガーシーというのは全く僕は意味が違うと思うんでね、戻ってきてもまるされることはないと思います。で この何て言うんですかね。皆さんも思うかもしれないんですけど、あの何が今回のこの大きな問題になるのかっていうとね、そのガーシーが例えばその罪を犯しているということで、えー、その罪で逮捕される可能性がある。えー、それがまああの何、ー、て言うのかな。 不逮捕特権を使って逮捕されないにしても、えー、この、ね、罪があって逮捕される可能性があるっていう人が、えー、そのまま立候補して、えー、投票されて、これ議員になったことって、これって問題なんじゃないんですかって思うんですよ。別に僕の声が届かないかとは思うんですけど、普通に一人の、まあ、日本国民の考えとしてで、皆さんもそういうふうに思う方ってあのいらっしゃると思うんですよ。で、えー、別に全く難しいことでも何でもないんですけど、ねええー、議員である以上、 議員になった以上これ国会に出ないとえいけないはずなんですよねでこうなんか議員になったんで国会に出ることって当たり前のはずなんですがその当たり前が、えー、崩壊してるんですよねだからあのー、もう日本の政治ってこういう別の難しいことでなく この何ていうのかな政治構造そのものがもう歪んでいるっていうことを今回のこのガーシーの件で、えー、思いましただからあの皆さんも思ってらっしゃると思いますが日本国民がね、えー、まあ、政治に参加して日本を良くしていこうとかっていうのかもしれないんですがこんな歪んだ政治構造ではどうにもならないんじゃないですか普通におかしすぎるとあの僕思うんですよ皆さんも思われるかと思うんですがだから本当にね、えー、日本のことをきちんと考える必要が に議員になってもらってで、それであのまあ日本をより良くしていってもらいたいと、あの本当に切に願います。だから、もちろん、えー、国会に出ることなんていうのは当たり前ですしね。政策とかそういったものを、えー、考えることっていうのは当たり前だと思う思うんですよ。だから、そのまあ皆さんも思ってらっしゃるとあの思いますけど、その話がまあうまいと思います。このガーシーっていう方はね。で別にそのことに関して悪くとかそんなことを言う気は全くないですね。別のまあ、政治の考え方っていうのはそれぞれあると思うんで、別にそれに。関して てもああののどうこうこい勇気はないですただ、あの政治家とか、まあ、議員になられたんで、えー、国会に出ないとかってないじゃないですか。普通に考えてないと思うんですよ。その難しいこととか細かいことを言い出したら、それはいろいろありますよ。だけど、その手もっと手前の大きいことじゃないですか。で、まああのそのそ捕まる可能性のある方が、えー、この議員に、えー、まあ なったであるいは、ですねもっと、えー、言うと、まあ、そういったことを、えーまあ、投票したっていうかそういった方に、えー、多数の票が入って、えー、この議員になっていると、で、えー、結局議員になっても外国にいるからね、えー、日本には戻ってこないで国会には出ない、えー、っていうような、えー、そういった状態になってしまっているわけですよ。まあ、他にももね、えー、今回のこのガーシーのここガーーシと以外でも 政治の問題というのは最近あの多数ね、えーまあ、目につく、目に余るものがありますが、これっていうのも一つおかしいことですから、あのまあ、皆さんもそう思ってらっしゃると思いますが、えーまあ、ちょっとまあ僕の思うことっていうことで、えーまあ、お伝えさせていただきました。まあ、何か一つでもね、ご参考になっていただけるものとか、えーまあ、共感していただけるものがあれば何よりですっていうことで、えー、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。